オラカ製鋼業株式会社フロンティア研究所の西郡修と申します。よろしくお願いします。まあ、主に人を対象として皮膚および皮膚老化の謎を解き明かすというような研究をしています。筋トレと有酸素運動、どちらも美肌にはいいんですけれども、どちらの運動も皮膚の弾力とかあと真皮の構造というものを改善するっていうことは分かったんですが、さらに筋トレというのは真皮の厚さというものも増加させるということが明らかとなったので、筋トレがよりメリットが大きいと考えられます。今回の試験では、週2回、4ヶ月の筋トレによってそういった肌の改善というのが見られました。今回着目したのは血液になるんですけれども、実際にその運動をしてもらう方の、運動する前とあと4ヶ月運動した後の、血液を取ります。で、その血液っていうのを皮膚の細胞に、添加しまして、運動をした後の血液っていうのは、その真皮の細胞に対して、コラーゲンとかヒアルロン酸といったようなさまざまな、真皮を構成する物質の酸性を高めるということが明らかになりました。一般的にやっぱり化粧品っていうのはお肌の外からアプローチするものでして、逆に運動っていうのは内側からのアプローチになるんですね。なので外から中からの両側からそれ攻めるスキンケアをするっていうことが非常に重要で、効果的であると考えています。滝島美香さんという方がいるんですけれども、現在御年89歳で、もちろんインストラクターなので毎日運動筋トレをしているわけですね。実際にその方を見ても、ものすごく肌も若々しくて、何よりも生き生きと、人生を謳歌しているということがあります。私自身この研究を始めてから、ジムにもちろん通っています。あとは会社で普段毎日、お昼休みに、みんなでフットサルしたりだとか、あと朝とかも結構筋トレっていうのを取り入れて、なるべく運動するように心がけています。私の場合は割とそういう一般の人の、ライフスタイルに、密接した研究っていうものが多いので、今回の場合運動っていうものが、肌にいいっていうことを明らかにすることで、それをきっかけに運動し始める人が増えると、それは間接的にですけれども、その人の健康、いわば社会の健康っていうところに、少しでも貢献できているかなと思うので、そういうところは非常にやりがいを感じています。皆さんもね、100どころか、もっと120歳まででも力強くね、年をずっと重ねていってほしいと思います。パワーエイジングですよ。